どうも、ラムチンです。100円油田やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はいい感じのキャラクターがいますので使ってみようと思います。 B スキンですね。レベル99まで上げてます。まずステータスが全体的に悪くないっていうところでまず使えますよね。そしてこいつのアクティブスキルのドラゴンの怒り、これがものすごく良さそうなんですよ。味方全体の物理攻撃力と魔法攻撃力を3ターン上げることができる。これめちゃくちゃ強いと思う。とりあえず使ってみましょう。それではいきましょうか。Bスキンは装備とルーンによって SP3 以上でスタートすることができます。なので一発目からドラゴンの怒り使えるんですよね。ただし素早さがそんなに速くない。ルーンで若干上げたとしても350ぐらいだったので速いやつにはね追いつかないんですよね。できれば一番最初に行動してくれて、バフを入れて欲しかったんですけど、ちょっとそこが難しいんだよな。まあ、とりあえず、モモとラムで測っていきたいと思います。まずはモモで魔法を入れていきましょうか。アレクルー大地、2300か400ぐらいのダメージを出すことができると思います。はい、これバフなしですね。バフなしでこれぐらい、2200ぐらいですね。まあまあそれぐらい、めちゃくちゃ強い。それでは続いてバフを入れてみましょうか。ドラゴンの怒り、ああそうか、なるほどなるほど。ここはあれだね、次のターンまで待たなきゃいけないか。あ、そうだもんな。オッケーオッケー、ちょっと次のターンまで待ちます。おい、ドラゴンの怒り、このね烈防御もしっかりね 100% 守ってくれればいいんですけど、これ 100% 守らないんだよな。守りやすくなる装備とかあればいいんだけど、どうだろうね。まあいいや、じゃあ次打ち込んでみましょう。どれぐらい上がるんでしょう。あれ狂う大地、いきます。さっきが2100から2200ぐらいだったね。まだまだ、おお、上がるには上がるけども、劇的には上がらないか。まあ、10%、20%、それぐらいダメージが上がるっぽいですね。じゃあ次、ラム測ってみましょう。では、続いてラムですね。通常攻撃入れてみましょう。まあまあまあ、普通に攻撃していっていいか。通常攻撃でラムは確かクリティカルが出て1000ぐらいじゃん、1100ぐらいか。あ、クリティカルなしで700で、クリティカルありで1000ぐらいだった気がするんだけど、クリティカルで1100ですね。通常700のクリティカル1100でした。さあ、これが、バフによってどれぐらい上がるんでしょう。それではバフが入ってますね。攻撃していきます。通常だったらば700、クリティカルで1100でした。このバフが入るとどれぐらいのダメージが出るんでしょうか。1370。やっぱり 20% ぐらいですね、ダメージが上がるの。 20% か、 20% とはなんかあんまり上がらなかったですね。ちょっと残念だったかな。ダイクストラのおたけび、あれですけども 1.56 倍ぐらいになるんですよ。確実に 1.5 倍以上の攻撃力アップになるので、Bスキンのバフはあんまり効果が薄いんだな。まあ魔法攻撃も物理攻撃も両方とも3ターンっていうので、
ちょっと効果が薄くなってるのかもしれませんね。うん、まあ、とりあえずあの雄たけびと重複するのか、そこをちょっと調べてみようと思います。重複すれば、まあ、それはそれで強いのでちょっと試していきましょう。バフが入ったで、どうなるかな。うん、こっちはね3ターンで残りの2ターンを普通に行動できるっていうのが結構でかいよね。うん、まあまあその分もあって低いのか。ダイクストラの方はこの1ターンだけなんですよね。このターンだけ強くなるので、これでちょっと差があったな。ではここで、ラムで攻撃してみましょう。重複するんでしょうか。ビースキンの、バフの場合は 20% ダメージアップで、ダイクストラの雄たけびの時はだいたい 1.56 倍ぐらいの上がり幅でした。重複するんだ。どういけ、しないなしないな。うん、雄たけびの倍率しか入ってないですね。なるほど、重複はしません。効果が高い方を上書きする感じですね。ちょっと残念だな。はい、ということで今日は B スキン使っていきました。アクティブスキルのドラゴンの怒り、味方全体の物理攻撃力と魔法攻撃力を3ターン上げることができるスキルですね。上がり幅は 20% とそこまで上がらないんですけども、3ターン継続しますし、その間自分は回復とかもできるので、これはこれで結構使えるかなと思います。うん、パーティーの残りの5人を超火力のやつにしていけば、まあ、確実に強くなれると思うので、ビスキン、これはありかと思います。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。